イースタンリーグ d n a 巨人20日横須賀5年ぶりに d n a に復帰した筒香嘉ガ外野手32が加入後初実戦に臨んだ4番 DH で先発出場し第3打席で初安打初タイムリーを放った5回2試2塁カウント3月1日から巨人メンデスの139キロ直球を捉え 中前にクリーンヒット。復帰後初安打初敵時打にスタンドから大歓声が起こった。3打席立って2打数1安打1打点で退いた筒川は、試合ができる喜びを感じながら、幸せな時間でした。久しぶりの実戦でスイングの感覚も良かった。もう少し修正しないといけないところもあるので、 それを繰り返して良い状態に持っていけたらと振り返った第1打席の1回、西2塁満員のスタンドから自然発生的に起こった横浜の空高くから始まる応援歌でファンの大声援を受けながら打席へ巨人メンデスの初球内角スライダーがすっぽ抜けて筒香の右肘の肘当て付近に激突。 まさかデッドボールとは思ってなかったので、びっくりしましたけど、問題はないですと無傷を強調した。痛がる素振りはなく、一塁ベースに向かった。ファンにとっては1657日ぶりの日本実戦復帰で待ちわびた初打席の初球にいきなりの死球を受け、どよめきとヤジが飛んだ。3回一死の第2打席は鋭いスイングを見せるも、 チェンジアップに空振振り三振だった今後については映像を見てないので自分が思い描いている動きと映像が一致しているかを確認しながらストライクゾーンも含めて修正していかないといけないと映像と感覚を照らし合わせながら調整していく。